どうも、えー、4月に入りましてちょっとね花粉症がだいぶひどくなってきましたので若干なんですけどね鼻声チックになっていて聞き取りづらいところですとかこんなに <laughs> あに鼻をね <laughs> すする音が入っちゃうかもしれません申し訳ないですできるだけカットしてあのお送りしていくんですがでまあ本日のラジオは収録裏話会でございます。先週公開した推した授業 えー、花丸教室からね、アップデートしまして、推し授業っていう企画名に変わりました。で、そのアップデート後、初めての動画になります。で、今回お招きしたゲストは、シンガーソングライターのレオルが大好きな愛子さんっていう方と、その娘さんのミ、えーシャさん。まあ、二人をね、ゲストにお呼びして、ミーシャさんはサポートだったんですけども、 レオルの魅力について存分に語っていただきました。その回の収録裏話でございます。ですので、まだ動画の方見てないよっていう方は先にそちらの方をご覧いただいてから、このラジオに帰ってきていただけると面白くなるかなと思います。というわけで早速本題に参ります。 ま、先ほども申し上げましたが、今回から推し授業という形でゲスト会の動画をね、アップデートいたしました。で、あの、この回の1個前、えー、前日ですね、報告。2年間ありがとうございました。もうやめます。みたいな、明らかになんか不穏な空気の漂うサムネイルで動画を出したんですが、まあ、見事な釣り動画でして、あの、やめますっていうのは、今までの形式をやめますっていうことで、今まではね、 ゲストと喋りつつ、プラスアルファで簡単な文字講座をするっていう動画にしてたんですけど、前回のチャコラジエピソード11の方でお話ししたんですが、まあ、とある出会いがありまして、その方からいただいた助言をきっかけに、あ、もうその形式やめようってやっと思えるようになりまして、今回から100%対談動画っていう風で編集を改めまして、呪いから無事解放されたんですが、 この収録時はまだ呪いにかかっている最中だったので、思いっきり板書の音がね、してるんですね、冒頭から。カカカカコツ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 みたいな <laughs>。 チョークの音がめちゃくちゃしてるので、鬱陶しいかなとは思うんですが。あのね、次回の動画でもまだ呪いにかかってるんですよ。で、さらにその後のゲスト会からは、もう完全に、えー、対談形式になるような風で収録しておりますので、ちょっと煩わしさがまだちょっと続くんですが、ご容赦いただきたいと思います。まあ、ということで、今回の動画からは、学校の教室の画像をバックに、 ゲストと私のアイコンが並んでいて、その人に字幕が出るっていう、まあ、比較的シンプルな構成になってまして。まあ、初見の方でも、あ、対談動画なんだなって、やっとわかるような形式にたどり着きました。ここまで来るの長かったですね。<laughs> いやー、なんかね、まあ、その呪いを解放していただくのに寄与していただいたその方の助言をいただくまで、自分はその文字を書く動画を見ながら編集してても、何とも思わなかったんですけど、 今回の形式にした後、めちゃくちゃ見やすいなと思って <laughs> あ。ちゃんと対談してる感じ、喋ってる感じになってんなと思ったんですけど、その後ね、古い動画とか見るとね、やっぱこれなんだってなりますね <laughs> いや。いまだにね、あの、もちろんありがたいことなんですが、過去のゲ,ゲスト会の動画ってすごい回していただいてるんですね。特に初回の実況者のジャック・オランタンさんについて、 えー、お仕語りしてもらった動画はね、今でもバンバン回していただいてるんですけど、まあ意味わからないだろうなっ <laughs> て思うんですけどね <laughs>。いや、これからはね、あのー、ちゃんと対談っぽい動画になってるんで、初見さんでもわかりやすい形式になったのではないかなと、まあ自負しておりますが、まあそういう経緯もありまして今回の動画は上がっております。では最初に今回のゲストについての紹介したいと思うんですが、今回来ていただいたゲストの愛子さんは、 去年かな ?2021 年の秋頃だったんじゃないかなに公開したファイアーエンブレム風化雪月っていうゲームをおし語りしに来てくれたミーシャさんのお母さんなんですね。だから親子出演なんですよ、本当に。で、ミーシャさんが自分の動画をお母さんに見せたと。 で、チャコ先生ってのもおもろい方やねって、あの、関西人なんでね、あの、お二方とも、関西弁でがっつり喋っていただいたんですが、めっちゃおもろい方やねチャコ先生っていうことで、私も出たいっていうふうで、あの、まず、ご自身のアカウントからね、コメントくださって、そのミーシャさんの動画にね。で、ぜひぜひって言ったら、本当に出たいっていうふうで、ご連絡いただいたので、もうぜひっていうふうで、まあ、テーマどうしますって言ったら、もちろん、ミーシャと私を救ってくれた、 レオルの話がしたいですっていう風でね、初めてシンカーソングライターレオルさんについてのテーマでお話ししていただきました。何気にね、私レオル本人についての、一人で喋る動画はかなり出してるんですよ、過去にね。あの、授業形式であったり、なんか絵描きながら喋った回とか、まあいろいろあるんですが、とにかくね、いつかゲストで呼びたいなって誰か、レオルが好きな方呼びたいなって思ってたんですけど、なんか、 皆さん、あれなんですかね、ちょっとハードルが高いのかな私が一人で喋りすぎて、いや、こんなになんか鬱陶しい熱量のやつと、あの、大統に喋れねえよ、みたいな感じで、ちょっと熱苦しすぎるわ、みたいな感じで敬遠されてたのか、なかなかね、手が上がらなかったんですけど、まあ今回こういう形で、レオルのことについて喋りたいですって言っていただいたので、無事実現いたしました。で、まあ事前にね、必ずお試し通話として、まあ、どんな感じかなって言って、完全なるオフで、 おしゃべりするんですけど、まあその時からものすごい気さくな方でね、ああもういつもお世話になっております、ミーシャが、みたいな感じで <laughs>。すっごい喋りやすくてね、初回から。あーもうこれはこのまま収録行っても何の問題もない人だわって思ってたんですけど、まあ一応ね、どんな感じで、あの収録の時喋りたいですかとか、なんか不安なことないですかっていうのを確認。 するためにまあね、なんか、とにかく今回は、その、MISIA さんがそもそもレオルのライブに行ったっていうところから、お母さんも実際にライブの現地に行って、あの、なんかファンの行動とかを見て、まあこの辺はちょっと動画で詳しく喋ってるんで、ちょっとはしょりますけど、まあっていうきっかけがいろいろあって、ご自身もライブに行ったり、えー、曲をがっつり聴き始めたっていう風でハマっていったっていう風におっしゃってたんですね。まあなんかね、すごい、 本当、その人の反省みたいなのをがっつり、その、推しになぞらえつつ語ってもらったのが、個人的にはすごく嬉しかったですね。そういう話聞きたかったんだーとか思いながらやってたので、すっごい楽しかったですね。で、今回の収録の形式ね。 基本的にはメインゲストはもちろん愛子さんなんですけど、なんでミーシャさんがたまーに出てきてたのかっていうのをちょっと喋っておきたいんですけど、だいぶカットしてるんですが、かなりね、前半でね、ミーシャさんと愛子さんの掛け合いがあったんですよ <laughs>。いや、私がもうほんと親子で出てくれるの初なので嬉しいって話したら、まあミーシャさんがね、まあお母さんが私とチャコさんが喋った動画を見てくれて、 それで、茶子先生の動画に出たいって言ってくれたんよ、みたいな話をしてたんですね。ちょっと、ごめんなさい。あの、<laughs> 私、大阪に住んでたことが一時期あるので、で、今、標準語で喋ってるんですけど、ちょっと、関西弁を思い出しながら喋ると、なんか、肝、肝関西弁が出てるので、ちょっと申し訳ないです。すいません。まあ、で、その、私としてはね、親子間で、こんなになんか、がっつり、 推しのゲームの、しかも,もう推しキャラシルバンっていうキャラが、ビンシャさんは大好きなんですけど、めっちゃかっこいいわとか言ってるんですね。お母さん真横にいるのにですよ。私の母親はね、そういうタイプでは別に推しを否定したりはしないけど、そこまで深い話をしても、理解は得られそうにないなっていう。 感じだったので、今までそんな熱量で親に自分の好きなものについて喋ったことないんですけど、それが自然にできている親子なんでね、びっくりしちゃって、こう自分が沼ってるゲームとか。 キャラクターとか作品の話を受け止めてくれる親がいるって素敵っていうか本当に羨ましいなって思ったんですけどで、すんげえ仲も良くってなんか好きなみな言い方ですけど信頼関係がすごい分厚いなっていうのを感じられてめちゃくちゃほっこりしたしすごく元気もらえましたね、まあ、今回はね一応ダブルゲストっていう形ではなくて愛子さんがメインで MISIA、まあ、さんのサポートっていう形で隣にいてくれて、まあ 要所要所であの、あのライブの名前なんやっけとかお母さんが言ったら、あ、何々やべみたいな感じで、あのミシャさんがボソって言ってくれるみたいな感じで、ほんと、なんかサポート、サポーターですよね、お母さんの。っていう立ち位置で、しかもずっと隣にいてくれたから、あの、私と愛子さんの会話ずっと聞いてるんですよ、隣にミシャさんは。でもなんか、多分爆笑してるところでも多分ね、声が入らないようにとかね、あの、 こらえてくれてたり色々してたと思うんですけど、ちゃちゃを入れないようにしてくれてたと思うんですね。だからすげえありがてえなぁとか思いつつ、今回は収録させていただきました。 今回ね、私が聴いてて、こう、熱の深さみたいなものが割と近しいものがあったので、すごく自分自身の、こう、レオールに熱くなっている瞬間みたいなものが、ものすごく、こう、バッと鮮やかに思い出させられて、楽しかったっていうところがあって、で具体的にはね、愛子さんがマジでハマってから毎日ずっとレオールの曲は欠かさず聴いているっていう、 話がありまして、だから今日も愛子さんは聞いてるわけですよね。すごいことだなって思ったんですけど、ここカットしたんですが、自分もね、毎日聞いてた時期があったんですよ。今は正直ですよ。毎日は多分聞いてないわ。あの、まあ、頻繁には聞くんですが、でもね、その、今はなんで聞かないかっていうと、飽きてるからとかそういうことではなくて、聞かなくても平気になったっていうのがでかいんですよ。 で、どういう時期に毎日聞いていたかっていうと、大学の院生になってからですね、3年で卒業する大学院に行ってたんですが、その時にかなりどっぷりハマったんですね。で、それこそなんか自分の進路みたいな、これからどういう人生歩,歩まなきゃいけないんだみたいなところもあるし、実習のこととか、あと自分の研究、 みたいなものをがっつりやらなきゃいけなくって、楽しくはあるんですけど、しんどさもあって、そのしんどさ抱えつつ、でも、やっぱり、明日も頑張んなきゃ、みたいなところの、まあ、愛子さんの言葉を借りるならね、心のガソリンだったと思うんですけど、本当にもう、ずっと聞いてた。狂ったように聞いてた。<laughs> あの、過去のアルバムもそうですし、あの、ニコドとか、YouTube にも今も残ってる、歌ってみたとか。 まあ、あの辺もだししすごい聞い聞てましたねなんか初期の歌ってみたとかだいぶ好きなので私「さよことか最近ご存知になった方はあんまり聞かれてないかもしれないんですがぜひね聞いてみてくださいだから自分もそういうフェーズがあったなーっていうのをすごい思い出してそこに救われる感覚曲とかそのアーティストの存在に本当に毎日毎日助けてもらってるっていう。 気持ちはものすごいわかるから、なんかね、すごい、<laughs> 語彙力ないなほんと語彙力ないな。すごいしか言ってないんですけど、まあでもそういうことですよ。っていうのを思い出させられて、すごくなんか感慨深い回ではありました。で、愛子さん自身がね、すごい面白い方だし、なんかね、めちゃくちゃパワーもらいましたね。 アラフィフなんだけどってご自身でおっしゃってたんですが、あの途中でね、動画の途中で、私めっちゃそこ好きだから字幕打つの楽しかったんですけど、アラフィフだけど、秒のいっぱい打った服着てライブに行きたいし、あとここめっちゃ好きなんですよ。サロンパス貼りながら思いっきりヘドバンしたいし、みたいなこと言ってて、もう絵が浮かぶじゃないですか。そのなんか体がね、 こう、年とともに、例えば老化していくのはもう抗えないことだけど、だからといって楽しむことを諦めるとかやめちゃうんじゃなくって、それでもいいから全力で楽しみたいんだっていう生き方がめちゃくちゃ伝わってきてかっけーと思ったんですよ。楽しそうっていうかね。<laughs> で、愛子さんの言葉の中でめっちゃ好きだったのがね、この何歳になったらこうだから、そこからはみ出すと恥ずかしい。 みたいな、そういう枠の中で、私たちの世代は生きてる人が多いけれど、その枠を取っ払わなきゃいけないんじゃないかと。この時代はね。で、私にとってレオルはそういうアイコン的存在ですっていうふうにおっしゃっててね。そこはまたさっき言ってた、レオルが心のガソリンだって言ってたのとはまた違う魅力だと思うんですね。あの、アイコさんにとって。だから、自分がアラフィフだからとかいう、そういう枠から飛び越えていくためのエネルギー、生き方をぶち壊すための そういうエネルギーのもらい方もしてるっていう意味に私は取れたので、だから大きく分けて2つのなんか魅力の柱があるのかなって思いました。その曲自体にガソリンみたいなエネルギーがあるって、そこで力をもらっているっていうところと、同世代のしがらみを払拭して、そこから1個殻を破るみたいな、そういう力をくれる存在っていう2つの だからいろんなゲストと喋ってて思うんですけど、私誰々のこと好きなんですとか、これこれが好きなんですっていうのはもちろんよく聞くんですが、その喋ってるうちに、好きっていうものを構成しているものが何なのかっていうのが、こう、分解されていくのがやっぱ見れるんですね、トークをしていったり、まあ。 編集してる中でもそうなんですけど、あ、さっきの話とはちょっとここからフェーズ変わってきてんなとかいうのを編集して何回も何回も見ると分かってきたりするので、なんかこの人の好きの中身をこう因数分解できたっていうなんか一個達成感がやっぱこのゲスト界ではあるのかなって自分の中ですごく思いましたね。そこが今回編集してて結構発見でしたね。 で、こっからは、まあ、ちょっとレオル会なので一応、がっつりカットしちゃったんですが、まあ、もったいないのでこのラジオで消化しようと思ったところなんですけど、あの、愛子さんはね、若い頃から声の世界にどっぷり使ってらっしゃって、まあ、で最近になって、その、ミーシャがね、成人してから、もう一回お母さん好きなことをやりなよって、自分の人生大事にしてよっていう風に言われて、がっつり声の世界に戻ってきて、 最近オーディション受けられて、あの、無事合格したらしくって、これからね、再スタートを切って動き出そうっていうタイミングが今らしいんですが、で、そのトークの中でね、その、声の世界に興味持ったルーツみたいな話をちょっと聞いたんですが、結構そこが、なんて言うんだろうな、やっぱ、それこそ人生ですよね、反省みたいなものを語っていただいたなっていうところがあって、結構共感したり、 今、レオルが好きな愛子さんに通ずる部分がものすごく垣間見えたので、ぜひ紹介したいなと思うんですが。で、本当はね、あの、音声そのままこのラジオに乗っけたかったんですけど、ちょっとね、編集中にデータがぶっ飛んだので、あの、私の要約で申し訳ないですが、ご勘弁ください。えー、愛子さんがね、声の世界に興味を持ったのはね、中学生ぐらいだそうです。で、関西ローカルで。 おはようパーソナリティ、道場洋蔵ですっていう朝日放送のラジオがありまして、1977年から2022年3月25日、ほんとついこの間まで、45年間にあたって放送していたものすごく長寿番組。で、まあ今はね、あの新しいパーソナリティに変わって、大方祐介さんという方に変わってるんですが、その長らく続いた番組を、こう、幼い頃から聞いてらしたそうなんですね。 で朝の6時半からやってた番組だそうで愛子さんの親が目覚まし代わりにこのラジオをかけてたそうで、まあ、これ聞いたら学校に行かなきゃっていう気持ちに自然になっていたっていうことで、まあ、その頃の体験から声の力ってすごいなーっていうのを思っていたらしくこう声を聞いた人が幸せになるコミュニケーションっていうのがもうたまらなく面白いとっていうのはすごい感じてたそうなんですね。っていうのもあって声の世界に自然にこう目が向いていったっていうのがきっかけではあるそうです。 で、初めは鳥取の小さなテレビ局からお仕事スタートして、えー、今のスカパーの前身ですかね、のパーフェクト TV の関西制作の番組に携わっていたそうですね。テレビ番組の総合司会、ナレーション、アテレコ、テレビやラジオ CM のナレーションとか、まあ、イベント系ですね、結婚式の司会ですとか、まあそういうのをこ,うこなされていたということで。 中でもね、声を当てる仕事が一番楽しかったっていう風におっしゃってました。でさっき、年代の枠をぶち壊す、そういうアイコン的存在がレオルっていう話をしたと思うんですけど、まあ、その声の世界に復帰した今後はね、キャラクターでも売っていきたいなっていう風に思っているらしくって、 自分のタレントとしてのカテゴリーはまだよくわかんないなーっておっしゃってたんですけど、その年代の枠を取っ払って好きなことをやるイベントを企画したいっていうのをおっしゃってて、めっちゃ面白いのがね、この、そういうのをやるイベントの団体名が、ローガンズっていう、カタカナでローガンズね。でも、意味を正すと、あの、ローガンですよ。<laughs> ちょっと最近物が見にくくなってきたなーみたいな年代の人が、ま、集って自分の好きなこと、 年代に関係なく、ちっちゃかめっちゃかやるようなイベントしたいなっていうふうにおっしゃってたんですよ。面白いなと思ってね <laughs>。やっぱり今の時代はネットとか SNS がやっぱり活用していった方がより人が集まるし面白い企画できるだろうっていうことで、まあネットとリアルのクロスで楽しいことを企画したいなっていうふうにおっしゃっていました。私の母親も今50代かなと思うんですが、こんなクリエイティビティはないですね。 皆イムだと思います。あの、自分自身が楽しいことやろうぐらいはあるかもしれないけど、それを企画しようっていう立場に立つタイプでは全くないので、その、だから、アラフィフ世代の中ではものすごく、多分 <laughs>、<あの笑>活動力っていうか行動力やべえなと思って、そんなことさ、まあ、まだその、企画が主導してないにしろ、考えてるあたりがすごいなと思うんですよ。で、だいぶ、 その、ローガンズっていう名前もあるし、その、やりたいことの趣旨、方針みたいなものはだいぶ固まってらっしゃると思うので、すごく、明確性もあるし、なんか、本当今にも実現しそうじゃないですか。<laughs> いやそのあたりが本当に人間として、エネルギーすげえなーっていうのはありますね。あ、で、そうだ。その、声のプロなわけですよ、愛子さんは。で、その、愛子さんにね、ちょっと私褒めてもらって、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、 あの、やっぱ、ちゃこ先生、インタビュー上手ですねって言われて、このゲスト会の話ね、その MISIA の会もそうだけど、今自分がしてもらってる、この収録もそうなんだけど、インタビューが上手ですねって言われて、私褒められるとさ、どうしていいかわかんなくなるんで、もうほんと謙遜しかすることがないんですけど、いや、ありがとうございます。とんでもないですよ。もうまだまだですけどって、本当にまだまだって思ってるんだけど、でもね、愛子さん曰く、 自分が現役でがっつり声の仕事やってた時は、インタビューが一番苦手だったって。あと、食レポも苦手だったらしいんですけど、インタビューは本当に苦手だったっておっしゃってて、やっぱ自分の話ができないじゃないですか。まあ基本的にしないじゃないですか。メインはやっぱ相手だと思うので、自分は聞き手に回らなきゃいけないっていう意味で、結構その立ち回りが多分難しかったっていう意味でおっしゃってたんじゃないかなと思うんですけど、 これやっぱ聞き上手にならないと無理やりでも、成立しないことを私はやってると思うのでね、この動画。今は、今このラジオは私がメインなので私が一人でくっちゃべってますけど、そのゲストを呼ぶ動画、推し授業に関しては、基本的にはそのゲストに喋らせたい。 <laughs> こんなこと言うとね、今後ゲストやりたいっていう人のね、あのハードルが高まっちゃうんで、あんまり痛くないんですけど、まあ、基本的にね、あの収録の時私も喋ってるんですよ、がっつり。かなり喋ってるけど、あの編集の過程で私が喋ってるところはもうバシバシにカットしてます。出口前にならないように繋いでるだけなんですけど、だから、結果的に私が聞き上手に見える編集をしているだけで、私も実際はかなり喋っている。から、そこまで、なんか、 そんなに持ち上げられるほど聞き上手が多分ないと思うんだけどもとはいえまあ褒めてもらってね嬉しくないことはないのでねそこはなんかちょっと自信にはなりましたねでも、まあ、そんな風に褒めてもらったんですけどあそのね声目線声の世界のプロ目線でもやっぱレオルってすごいらしいですね あのー、歌ももちろん声の一部なので、その声の使い方、喉の使い方みたいなニュアンスも込めて、そのレオルってやっぱすごいわっていうふうにおっしゃってたんで、でね、次もし、えー、ゲストで出るんならね、ボーカロイドの推し語りがしたいなっておっしゃってたんです。だからその、いろんな声質の方ってやっぱいるじゃないですか、歌ってみたとかだとね。 っていう意味でもなんかその、まあ、ボカロのどこら辺にハマってるのかにもよるんですが、だからなんか今後いろんな人をほんと来てほしいですね。今回はレオルたまたま取り上げたんですけど、なんか全然わかんないけど、歌い手発祥でネットカルチャーであの、ぐんぐん伸びて、 るる方方今活躍してる方例えば、例えばで本当名前あげますけど、例えばイブさんが好きとかね、マフマフさんが好きとか、ソラルさんとかさ、<laughs> あの、もともと歌い手として活動してたけど、かなりメジャーシーンに、あの、バン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 走っていってる人たちみたいな、まあ、それこそなんかトップとかで言うと、ヨネズさんとかになってくるんですけど、その、ボカロ文化をこうメジャーシーンにバーっと切り開いた人みたいなニュアンスで聴いてる方もいるだろうし、 いやいや、まだまだがっつり今もうネットカルチャーの中だけで頑張ってる歌い手さんが好きですよっていう人が来てくれても面白いし、いや、私はボーカロドのプロデューサーだけに特化して好きなんだっていう人が来ても面白いじゃないですか。なんか、それぞれのなんか、限定された沼が多分あると思うんですね。ボカロと言ってももう広いと思うので、ボカロの中のここ、みたいなところ、 をかなり限定したゲストさん来てもらっても面白いなって思っておりますので、はい。気になる方はね、専用の応募フォームがありますので、そちらから応募していただくとゲスト出演できますので、ぜひ検討してみてください。詳しくは概要欄に貼ってあります。はい。というわけでちょっと長々喋りましたが、<laughs> 今回のね、アイさんのレオル会についての裏話は、まあ、こんなもんかなと思います。 で、ここからなんですが、久々にお便りを紹介したいと思います。というわけでこのコーナー、先生、あのね、です。毎回思うんですけどね、私、このラジオね、全く手間暇かけてないので、あの即席ほぼとただしでやってるので、あのコーナー名言うときね、エコーもかけずにね、先生、あのねとか言ってるんですけど、<laughs> エコーもかかんないので、こんな風に喋るなっていう感じなんですが、はい、気にせずやっていきたいと思います。えー、せっかく今回のね、推し授業として動画がアップデートしましたので、まあ、その辺のコメントを拾っていきたいなと思います。まず、前回の釣り動画からですね、あの、報告、もうやめますっていう動画についたコメントで、えー、あいこさんですね。はい、リニューアルおめでとうございます。ちゃ先生の対談最高ですよ。 オフを語りたい方は、ぜひぜひ出演してみてね。最初タイトル見てガチでびっくりしちゃったっていうことで。い <laughs> ーイ釣り大成功っていうことですね。いや、釣り動画ね、一度出してみたかったんですよね。あれ、多分釣られた人ね、いたと思うし、もうかなり YouTube 界隈で動画見まくってる人は、ああ、はいはいって思った人も多分いたと思うんですけど。 動画の中盤で種明かしするところでふわっとこう画面が明るくなる演出にしたのでだいぶあそこで緊張感が解放されるんじゃないかなと思うんですけど <laughs> ま短い動画なのであの気になる方はねまた見てみてくださいで同じ動画にマボさんからですめっちゃドキドキしながら再生しました思いっきり釣られてた <laughs> でもリニューアルっていうことで安心しましたし続くっていうことで嬉しかったといただいておりますありがとうございます そう私はね、アップデートって言ってるんですけど、リニューアルっていう風にもね、皆さんあの言い換えて捉えてくださってるみたいで、はい。まさにリニューアルということでね、今回のその動画の編集みたいなもの、今までと比べてどうだったかっていうのは、あのね、コメントなくてもわかるんですよ。なんでわかるかっていうとね、あの、平均視聴時間の伸びがやばい。マジでやばいです。 今までの動画ね、私がレオルについて一人語りしてる回のやつでさえ短いんですよ。動画の視聴時間って。その、しかも黒板使って字を書いてる動画ほど短いんです。なんだけど、対談動画にしてから今までの中でもかなり伸びたんじゃないかな。10分以上はね、聞いてもらってるので、あんなにね、静止画だけなのにですよ。10分以上持つってすごいなって思うので、 あとなんか公開直後にかなり多分レオルが好きな方からだと思うんですけどそのチャンネル登録者数がグググッといつもに比べて増え方がすごかったのでやっぱりちゃんと対談動画っていうのにしたことによって動画のテーマというか趣旨みたいなものが見てる方に分かりやすかったのじゃないかなと思いますのでもう改めてあのリニューアルしてよかったなと思います。はい。で、 その釣り会の裏話ラジオも実はあげていてさっきちょっと喋ったんですがエピソード11ですねなんで今回リニューアルするに至ったかっていう経緯を説明している回がありましてこの回私めっちゃお気に入りなので思わずサムネイルの左下にねお気に入りのマークとしてあの星マークをつけているんですがあのラジオの構成としてもコンパクトにまとまっているし聞きやすいと思うし気象転結が。 自分の中でつけられたなって思っているので、ぜひこの釣り動画にね、釣られた方は、このラジオの回もぜひ見ていただけると楽しいかなと思います。で、本当自分の人生のターニングポイントになった、この活動をやる上での、えー、ターニングポイントになった話ではもう間違いなくあると思いますので、すごく記録として残しておいてよかったなって自分では思っています。でそこについてはコメントです。愛子さん。人生はフラグ。大共感。 っていうういうう風にただきまましたありがとうございますこれ何のことかっていうと私が動画の中でね、まあ、今回そのとある人に出会ってある助言をいただいてその言葉をきっかけに今回のアップデートをすることに決めたんですがその巡り合わせ自体が、まあ、フラグだったっていう話をしたんですよ私が。だからその人に会わなかったら多分今も板書する形式でゲストの動画を出してたと思うんですけど。 その人の一言があったから、その出来事があって、1ヶ月以内にもう動画のリニューアルを決めて、まあ実際行動に移せたんですね。っていうことがあったので、なんて言うんだろう。やっぱり全ての出来事は私はフラグだなって思っていて、あの、これから起こる嫌なこととか、悲しいこととか、あるいはなんか、 今は意味がわからないんだけど、偶発的に起こってしまったイベントみたいなものも将来的に何か別なイベントにつながるんじゃないのかなっていう考えですよね。もう明らかにゲーム脳なんですけど。<laughs> このね、発想はすごいね、楽しくなるので、人生が。めちゃくちゃおすすめのライフハックです。とか何かを達成した時に、これのフラグは何だったのかっていうのを辿ってみるのも結構面白いですよ。なんか、 運でたどり着いたと思っているようなラッキーみたいなイベントがたまたま自分に降りかかったとしてもこれって実はあの出来事が過去のあの出来事があったから今日このラッキーが舞い降りたのではみたいなのが関連付けられたりするので結構面白いですよマジでおすすめです <laughs>、えー、そして今回の愛子さんとの対談動画についたコメントで昨日いただいたコメントですレジットさん タイムスタンプをしていただいて8分1秒人生の一部ってとこ本当に共感ハマってから1年以上経つけど毎日頭にはレオルがいますとのことですありがとうございますそうこの回ね今聞いていただいているこの回のチャコラジ収録するときにもし直近でコメント来たらあれだからできるだけ収録ギリギリにしたいなと思ってたんですけどちょうど昨日ついたコメントなんですね で、今回のゲスト会ね、名言が多くって、まあ、さっきもその、えー、サロンパス貼りながらヘドバンしたいみたいな、めちゃくちゃ好きな表現って紹介したんですけど、この人生の一部っていうところめちゃくちゃいいですよね。私もこれをね、動画のタイトルに使おうかなって。 悩んんだぐらいなんですけど、まあ、結局今回のこの動画のタイトルは「あの曲がなかったら人生折れてた」っていう風にしたんですが人生のの一部ってななかなかあれですよねしかもあ i k さんが言うからこそこれってすごい響くなというか要は子育てを終えた愛子さんみたいな世代の方がおっしゃる人生の一部っていうのってまたちょっと何て言うんですかねニュアンスが全然違うと思す 思うので、すごく、愛子さんが言ってるからこそ、なんか深く刺さる言葉だなと思って、私もめちゃくちゃ好きなんですけど、地味に嬉しいのがね、このゲスト会の動画でタイムスタンプ貼ってくれて、しかもゲストが言った言葉について、こういう風に肯定的に拾っても,もらうのめちゃくちゃ嬉しいので。 <laughs> すごいこのコメントねめちゃくちゃニヤニヤしながらあの <laughs> 見てたんですけどありがたいです。でこのレジットさんもあのハマってから1年以上経つけどその毎日レオルが頭の中にいるっていうことでやっぱりなんかこう推しにはまってまあ年数であんまり私は区切りたくないんですけど1年経った頃とかなんかその自分の中に染みついた頃出会って3ヶ月とか半年ってすごいわって熱狂的な時期だけどそれをちょっと ピーク越えて、一年以上経って、なんか、春夏秋冬ともにした後に、さらに、こう、まだ脳内に、推しが居座る感覚って、なんか、またそれはそれでオツじゃないですか <laughs>。その感覚を多分今、レジトさんは味わってらっしゃるんだろうなっと思って、すごくニヤニヤしました <laughs>。いやー、嬉しいですね。ありがたいです。ちょうど愛子さんの、この収録裏話の回で、このコメントが紹介できてよかったです。ありがとうございました。 はい。というわけで、愛子さん、マ、ま、ボさん、レジットさん、コメントありがとうございました。引き続き、過去の動画へのコメント、または、ツイッターで、ハッシュタグ、チャコラジ、もしくは、チャコ先生っていうふうにつけていただいて、感想ツイートなどお待ちしておりますので、お気軽にお願いします。で、次の推し授業の次回予告軽くしたいんですけど、なんと、次も、レオルですイェーイ <laughs> ほぼ同時期にね、あの、レオルについて喋りたいっていう方から、あいこさんとは別で、えー、お話いただきましたので、まあ、この方もね、過去に実はゲスト会に出てきている方で、2回目の出演になるんですが、まあ、誰が来るのでしょうっていうのをね、楽しみにしておいてください。というわけで、えー、本日のチャコラジは以上でございます。 また合間合間を縫ってねチャコラジ EX サブチャンネルの方からの更新も随時していきたいと思いますそちらではね、まあ、クソみたいな企画もやっていたりするんですがそろそろねちょっと私が本気でこれラジオでしかできないなって思ってるあのかなりアンダーグラウンド的な回をちょっとやりたいなって思っておりますので近々新しい部活が創設されると思いますので お楽しみにしておいてください。はい、というわけで本日は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。